皇帝寮、皇帝寮は、中華人民共和国先制省円案式寮権に、位置する、寮母遺跡である。中華民族の始祖とされる皇帝は、伝説によれば、皇居の際に衣服と、冠りだけを残して昇天したと言われ、遺憾塚と呼ばれる。寮は、皇寮権の城北に位置している。1961年には、国務院により、 初の全国重点分物単位に指定され、古母僧第1号に分類されて、天下第1両と称された。古くは、橋領と呼ばれ、歴代帝王と著名人がここで祭祀を取り行った。記録によれば、皇帝領への最初期の祭祀は、紀元前442年に始まったとされる。当代周9年、初めて美王が建立され、以後、歴代王朝は、絶え間なく、 国家を挙げて大祭を挙行した。最近の修復は1993年に開始されている。皇程料基金会が修復工事資金を獲得するため立ち上げられ、修復工程の第一期は2001年8月に竣工している。また、2004年には皇程料採取国家交際が再開した。幹部仙台帝区の面積は、 約333ヘクタールに及ぶ。そこには6万本を超える古河市和が含まれている。そのうち3万本は樹齢千年以上で、中国で最も保存状態の良い小柏群となっている。特に古い樹齢五千年とされる木は、皇帝が直接植えた木と紹介されている。景区は、両木と県縁病とに分けられる。両木、両に通じる赤道の右側には、 ゲバ石があり、上には、文武官位に至りこのゲバと書かれている。寮の近くには、幹部仙台がある。伝説によれば、官の武帝が京都への北伐から帰還した時、皇帝寮に立ち寄り、祭祀を主催して築造したものだという。現在の三笹は高さ3.6メートル、円周48メートルで周囲を、ンガ壁に囲まれている。明朝時代の石碑。 橋山流魚が南接して立っており、東側には57人の皇帝が祭門を刻んだ石碑が残されている。西側には香港マカオ変換を記念して建てられた記念碑が立っている。寮の正殿は人文書相応とのといい、内部には皇帝のレリーフ彫刻があり、岩の刺繍は清流、白虎、須作、玄武の四霊によって装飾されている。 記念亭には、近現代の中国指導者、孫文、蒋介石、毛沢東、と将兵によって建造された名文が飾られている。母前には、祭祀帝があり、中央には、皇帝陵の三文字を刻んだ石碑が立っている。元は、蒋介石が、日中戦争中に建てたものであるが、1956年に、表面を削り取られ、1963年に、 各末尺によって新たな名が掘られた。剣炎病、最新大殿の別部分を構成し、1993年以後に再建された建造物の一部である。面積は8000平米で完全な加工岩で作られている。歴代帝王は皇帝領を損数し、その多くが皇帝自ら記した御政宿分を携えた重臣を派遣した。ありがとうございます。